さあ今日のランチは岩っぱらスキー場に来ました。この岩っぱらのリゾートホテルペンションエリアの中にある、有名なピザ屋さんに行ってみようと。チェケだー、岩っぱらスキー場からボトムを望みます。本来であればこのリフトに乗って下から滑りに来れるスキー場です。しかしご覧の通り雪がない。これが現実です。岩っぱらってこんなに、いやこんなたくさん宿があるなんて知らなかった。この山の中腹にほんとたくさん宿泊施設があります。こんな街だったなんて知らなかった。ここまで来たのは今日初めてです。到着しました。今日のランチはここラ・ロカンダ・デル・ピトレ・ナイリエリフォ。行ってみましょう、行ってみましょう。そうだ。あ、結構入ってるね、今日ね。はーい。どこ？はい。すごーい。岩っぱらにこんないい雰囲気のお店があったなんて。知らなかった。いやー驚くほどおしゃれな店だね。1984年から、36年。いやー最高。さあメニューを見せてくれ。いっぱいあんじゃん。でもさピザだよね。みんなでシェアして食べようよ。ピザは、うわこれピザ、これビスマルク自家製バジリコソース。これもちょっと自家製バジリコのバジリコパスタ食うぞ。やっちまった。食レポも食べてるところも一切撮影せず食べ終わっちゃいました。続きましてマルゲリータピッツァ。うまそうだねこれ。トップからマルゲリータレベル濃厚なチーズとトマトソースのオリジナルかな。美味しいね、すごい。生地のもちもち感もすごい。お待たせいたしました。はい。ビスマルク、そんな名前のサッカー選手がいたと思いますが、それとは一切関係ありません。おー食うよビスマルク食らう。軽減うめえ。あ、やばいこれ。この生ハムがすごい美味しい。すごく美味しい。美味しい。母を連れてきて、あいつに雑に食われて、母ちゃんもう一枚とか言われた日にはね、上のハムだけちょうだい。危ない危ない。あいつらにはまだね。オリーブオイルを出してみたいと思います。トリュフも入ってるんだよね、これね。トリュフバター。トリュフバターを使って。大満足。すっごい美味しかった。妻、はい、おじいちゃんがごちそうしてくれる。薪なんだ、すごい。穴窯みたいだね。穴窯みたいだね。薪窯です、すごい本格的。ごちそうさまでした。おじいちゃんごちそうさまでした。素晴らしい。キラキー。外国に来てるみたいだったね。一瞬そんな、ヨーロッパに。素敵じゃないこれ。超おすすめします。あピットーレ、ピットーレって覚えてください。岩っぱらのピットーレ、決算超おすすめ。今のところナンバーワンおすすめピートや。やばい、すごいおいしかった。じゃじゃん。ゲレンデをゲレンデまたがないでください皆さん。
トンネルを通っていきます。いやー、宿泊先マップ、あ、こんなにいっぱいあるのね、宿。なんとここから我が家のマイルームが見えてます。すげえとこ住んでんな、俺やっぱり。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。